どうも競馬予想チャンネルです今回は中山頻馬ステークスの予想をしていきたいと思いますその前に簡単に先週の話をしますとオーシャンステークスは推奨したうちの1頭キングハートが来てくれましたえー、まあ久々にああいう大穴が1着に来てくれましてやはりその影響かチャンネル登録者数が一気に増えましてやはり予想をしっかり当てていくことが大事だなと痛感しました ちょっと前まで軸馬と穴馬という感じで動画を上げていたんですが、まあ、僕の場合軸はどうしても1番人気から3番人気のうちで決めることが多いですし、えー、皆さんも見てる方軸は自分で決めるという方が多いと思いますので今後もこういった感じで紐馬の推奨メインで上げていければなと思います、えー、では本題に入っていきましょうまずいつも通り人気枠番の傾向から 一点目が上位人気馬が非常に弱いですということです。一番人気の福将率が過去10年で40％、二番人気にたってはなんと10％、三番人気も20％ということで本当に上位陣壊滅,滅的な感じですね。勝ち星も一番人気が一勝、二番人気ゼロ勝、三番人気一勝ですので、まあ、本当にマナットの方は思い切って三番人気まで全部切るっていうのも一つの かなとは思いますそして2点目が単勝を狙うなら中和な狙いがベストこちらは過去10年で単勝10倍から20倍の馬が5、えー、勝しておりますので意外と単勝も、えー、結構狙っていけるレースかなという感じですそして3点目が2枠が好調も1枠は不振、えー、枠はですね、まあ、そこまで内枠が圧倒的優位という感じではないんですが 副勝率30%台いってるのが唯一2枠で、だけど1枠は全枠の中で唯一、えー、勝ち星も連帯もゼロということで、まあ、ちょっともま,まれてしまうのか、えー、まあこのレースに限っては1枠悔いという感じですえ。続いてローテーション客室のポイント。1点目が前走左回りのコースを使ってきた馬が優勢。え特にこれに関しては、東京新聞杯や白富士ステークスといった。 頻繁限定ではなくてボバ今後のレース使ってきた馬が中でも有利とい優勢となっております2点目が前走客室が差しの馬が好調、えー、まあ前走で中段から差してきた馬がこのレースでは好調で、えー、まあ前走のあかりサンハロン最速馬というのはまあ、このレースに限らずどんなレースでも注目されると思うんですがこのレースに限っては不審となっているので要チェックですそして最後 3点目決闘の話ですが父キングカメハメハ3区が狙い目該当バは過去10年で連帯数50%ということでちょっと今年も要注目ですということで、えー、以上を踏まえて今回アナーマ3と紹介していきたいと思います1投目が14番の川北演歌でまずこの前に関しては前奏の落葉ステークス見てほしいと思います

勝った人はイラッと来ただろうなというぐらい全く追わずということで、えー、本当にある意味ちょっと衝撃的なレースでしたね、まあ、というのも前走はテンションが高く回収まで止まらなかったという陣営のコメントが出ておりましたまたレース中も落鉄していてもしかしたら安城ももうそれも気づいて余力がないなということで全く追わなかったのかもしれません、えー、まあとはいえ周華賞5着ローズステークス2着の実績はここではかっ 完全に格上の存在だと思います特にハイペースを最後粘り粘ったローズステークスは本当に強い印象を受けました、えー、ここは他にも先行も何とかいるんですが明確に花を叩きたいというのは不在ですし、えー、枠も大外ですので、まあ、思い切って花に行けるかなと思います雨の影響残る場は懸念されていますがオンワー,ー実績もありますし血統的にも力がいる場は問題ないと思いますとは 相性いいですし初の中山だけちょっと不安ですけども、えー、阪神もこなしてますし、えー、右回りそしてコーナー4回のコース形態、えー、合っているんじゃないかなと考えて期待してみたいと思います、えー、続いて穴マ2頭目金正雪姫、えー、前走は4番人気10着も馬体重がプラス2 0キロということでまあちょっと仕上げ調整が狂ってしまったのかなと思います 昨年のマーメイドステークスでは1着から0.1秒差の4着ということで、牝馬限定の G3 なら十分馬券圏内に来る力はあると思います。千8は1116 11と守備範囲ですし、中山も1011と相性はいいです。この馬に関しては当日の馬体重要チェックですが、絞れていればぜひ相手に入れておきたい一頭だと思います。最後3投目、バンゴール。 前走のターコイズステークスは10着大敗なんですが、まあ、本質的には不向きと思われるマイル戦で1着から0.4秒差なら9大点かなと思います、まあ、スローペースで4コーナー10番手ということで、まあえー、10着大敗も仕方ない結果だと思います3走前の長岡ステークスでは現オープンのハクサルドルフ、まあ、毎回いいスで追い込んでくる馬ですけどもこの馬に0.2秒差をつけて完勝しておりますし ボバ混合の1,600万人を勝っているということで潜在能力的には高いものがあると思います。4224の 1,800m、3201の休み明け、そしてさっきお話ししたーレースと相性のいい金亀3区と条件は揃いましたし、今回引退レースなので悔いのない,をし悔い,のない仕上げをしてくると信じて勝ってみたいと思います。 ということで、まあ、馬券を買うならという話なんですが、単、ま、勝、あ、この3頭を買ってみて、あとは3連覆、まあ、上位人気馬と絡めて、ちょっとボックスで攻めていきたいなと考えています。えー、では、今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。この後、本日中に日曜の阪神メインフィリースレビューの動画も上げたいと思いますので、よろしければそちらもぜひご覧ください。ではまた。